はい、こんにちは。今ね、買い物を終えてね、今から帰ります。あー疲れたぞ。買い物もね、結構疲れるんですよ。 ATC カードが挿入されていません。あれ、この隣、あれ、またこれね、田舎はね、危ないんですよね、これね。よしよしよしよ、さあ帰るかね。なんかちょっと買い物しただけで車が重い、車が重い、やばいよやばいよ。やばいね。あれ、おっと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 、はあ、今日はね、いい天、今日天気がいいな。天気いいけど足が寒い。足、関節が痛い。年かな。なんか晴れてんだけど風が強い。あ、なんかね、夜最近寝れなくてね、もう3日4日ぐらい寝れないんですかね。4日ぐらい寝れなくてね、薬飲んでるんだけど寝れなくてね、もうしんどい。ほんと体しんどい、きつい。昨日はね、昼の3時から昼の3時ぐらいからベッドの上行ったらいつの間にかぼーっとしててね、パッと見たら、あ、もう朝だと思ったらね、夕方の5時だったんですよ。夕方の5時でね、朝だと思ったらね、夕方の5時で、で、それからすぐご飯を食べて、で、5時ね、50分にはまたベッドの上上がったんですよ。そしたらね、あ、もう朝だと思って目が覚めたら夜の8時。ほんでね、あ、また朝だと思ったら夜の11時。朝だと思ったら2時。朝だと思ったら4時。ほんでね、4時過ぎからもう目が冴えて、でずーっとね、ベッドの上で目つぶってたんですけどね、それでもね、なんかね、眠いやらなんやらでもね、眠いけど眠たくないやらでね、眠いんだけど体が寝ないんですよ。でこれね、体をね、疲れさせた方がいいのかなと思ったりもするんだけど、脳みそがね、ちょっと、パニック障害の薬もね、これ以上ね、ちょっと出せれないんですよ。薬の中ではね、こう睡眠薬も含めて月1ヶ月で、ね、30錠までとかね、そういう決まってるんですよ、薬によってはね。で、長い、いっぱい薬出すことできないんですよ。だから1ヶ月に出される薬の量が決まってるし、で薬の中ではやっぱ効かなくてもね、一粒って言われてるものを二粒飲もうにもね、無理なんですよ。粒数が決まってるんですよ。もうあんまりこうちょっとね、体に害を、だから睡眠薬なんかはね、ちょっとね、量がね、限られてくるんでね、すぐなくなるんです。僕ね、1日1錠って言われてるのを1日3錠飲んだりすることあるんで、30日分もらっても10日で終わったりするんですよ。で、だ10日はある程度寝れるんですけど、残りの20日はほとんど寝れないっていうね、悪循環。昔はね、あれなんだっけな、ハルシオンか。あ、昔、え、ハルシオンだったかな。まあ、いろんなね、マイスリーとかいろんなあるんですけど、僕ね、前ハルシオンっていう薬かな。ハルシオンのちょっとグラム数が多いやつを処方してもらってたんですね。で、それを僕寝れないからといってね、10粒ぐらい飲んだんですよ。で、10粒ぐらい飲んだら、2日とか3日目が覚めなくて、で、それを医者に言ったら、医者がもう激怒してですね、もうあなたにはハルシオンは出しませんって言われて、それからね、ハルシオンは処方されていません。だから、それより、ハルシオン、まあ、それ、デパスでもないな、デパスはもうダメだったな。だから、人によってね、効く薬と効かない薬があるんで、で僕のね、このリスナーさんの中にもね、パニック障害とか、あと睡眠薬、睡眠導入剤、安定剤、飲んでる方結構いらっしゃるんですけど、薬、僕ね、もう飲み始めて20、
35ぐらいだから22、3年かな、パニック障害発症して、もっと経つか、24年ぐらい、24、5年、パニック障害の薬を飲んでます。だからパニック障害自体はね、僕はパキシルっていう薬飲んでるんですけど、パキシルとかあとその他いろいろ飲んでるんですけど、まあ基本はね、薬局のおじさんに前言われたのは、パキシルをいきなりやめたら発作出ますよって言われて、でパキシル、僕パキシルね1日4粒飲んでます。あれグラム数が少ないんかな、朝と夜を2粒飲んでるんですけど、パキシルは徐々にグラム数を減らしていかないと発作が必ず出るから、やめちゃダメですよって言われて、僕何回かね、めんどくさいからやめた時あるんですよ、パキシル。でやめたらね、息ができなくなってね、過呼吸になってね、できなくなって、あーダメだこれ、パキシルやめたらダメなんだなと思って、でパキシルをやめるのはやめてね、もう20だから34の24ぐらい、24、5年飲んでますね、パキシルは。だからいつやめれるんかなと思いながらね、こう飲んでたらね、今度ね睡眠障害が始まって寝れなくなって、で寝れなくなって、その睡眠薬を飲み出すとね、今度それに慣れて薬が効かなくなるんですよ。だからその薬のグラム数を多くしたり、あとは違う薬に変えていったりっていう、こうごまかしながらやるんですけど、もうね二十何年間か睡眠薬を変えたり飲んだりするとね、もう体が慣れてしまってね、もう薬を飲まなかったら絶対寝れません。もう24時間空いてます目が。で飲んでもやっぱね、ちょっと悩み事とか不安なことがあるとね、寝れなくなるし、あの不安が襲ってくるんですよ。不安が襲ってくるかね、何の不安って言われたらね、またあの説明しにくいんですけど、とにかくね、突然ね不安が襲ってきて、息ができなくなるんですよ、過呼吸。で窓閉めてるとね、ああ苦しいと思って窓を開けて外に顔出してね息するんですけどね。だからもう電車は乗れない、飛行機は乗れない、新幹線は乗れない。で今までは飛行機新幹線乗るときはね、睡眠薬をいっぱい飲んで、できるだけこう頭を朦朧としてね、新幹線とか飛行機、前もお話ししましたけどね、僕飛行機3回ね降りたことあるんですよ。で最後にあのキャビンアテンダントの人が扉閉めるでしょ、飛行機の。もう閉める瞬間にちょっと待ってくださいって言って飛行機から降りたことが3回あります。で新幹線走ってる途中に窓を開けてくれってわけのわからんこと言ってですね、ほんなら窓なんか開けれません言われて、そりゃそうだなと思って後々考えたらね、もう乗る前から不安ですもんね。で実はね、僕車もね、あの長いトンネルだと息できなくなるんですよ。だからトンネルの中で渋滞なんかすると最悪、もう息ができない、できない、もう怖い。この病気はね、もう治らないのか、もうなんかうまく付き合っていくのかね、どうか分かりませんけどね、もうパニック障害とうつは違うって言うんですけどね、あといろんな、まあ精神的ななんかいろいろあるんでしょうけど、まあね、最近は発作みたいなのが結構出てね、もう寝れないのが一番しんどいです。思考能力なくなるしね、元気なくなるしね、横になってたら腰は痛くなるし、もう最悪です。皆さんもね、心のケアはね、してくださいね。